今回は天皇家、皇室、皇族の女性たちを紹介します。こちらは昭憲皇太后、明治天皇の皇后です。千代君に代わって徳川慶喜に嫁いだ美香子とは義理の姉妹にあたります。昭憲皇太后は日本赤十字社の設立と経営に尽くし大きくご貢献。1949年嘉永2年から1914年の大正3年64歳で幕を閉じます。また明治天皇の側室であり柳原成子が産んだ義仁親王を養子にし、後に義仁親王は大正天皇となります。柳原成子様、明治天皇の側室で大正天皇の生みの親、賢い上に美しく明治天皇から寵愛されました。後の帝名皇后となる九条貞子が皇太子妃に決まり、成子様は教育係の一人となります。厳しくも優しさのある人だったようで、当時16歳の帝名皇后はその温かい思いやりを実の母のように嬉しく思ったそうです。大正天皇は暗愚という風説が当時あり、母親である成子様に非難が集まりがちだったようです。しかし実際は脳膜炎の変調が原因であり、これが他の子女の死因でもあったようです。自分の遺伝のせいにされ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。それを思うと心が苦しくなります。1855年安政2年から1943年の昭和18年、88歳でお亡くなりになりました。その幸子様、明治天皇の後宮において柳原成子天智と並び寵愛された女官。1867年の慶応3年から1947年の昭和22年の間ご存命でした。華道に秀でておられたそうです。義久親王妃富子様、日本の皇族です。宇和島藩最後の藩主だった伊達宗則、後に公爵の次女。1886年に北白川宮義久親王と結婚するも95年に病没、33歳で未亡人となりました。さらに1923年には最愛の息子を自動車事故で亡くし、その悲しみからひっそりと晩年を過ごされたそうです。周りからの信頼がとても厚い方だったんだとか。1862年、文久2年から1936年の昭和11年、73歳でした。帝名皇后、大正天皇の皇后で、1884年の明治17年から1951年の昭和26年66歳でお亡くなりになりました。旧名は九条貞子で、昭和天皇、秩父宮康仁親王、高松宮信仁親王、三笠宮高仁親王の生母です。実は大正天皇の妃候補は他にいましたが、健康面を不安視して婚約解消、黒姫と呼ばれるほどに健康である様から、最終的には貞子が妃となったようです。大正天皇が皇太子だった頃、貞子以外の女性に興味を持たぬよう、他の女性との接触を制限されたエピソードを知った時は驚きました。何でも容姿端麗ではないとされた節子以外に目移りするのではと周りが危惧したからだそうです。実際子宝に恵まれており、周りの狙い通りになったんでしょうか。ハンセン病患者の救済に尽力なさりました。梨本宮逸子様、1882年明治15年から1976年の昭和51年の間存命。皇族時代の名は森政王妃逸子でした。生まれたのはイタリアのローマで、生後7ヶ月目に一家は帰国、イタリアの都の子という意味で逸子と命名されたんだとか。また非常に筆まめな方で、77年間にわたって日記をつけ続けており、それをもとに最晩年には自伝「三代の天皇と私」を出版しました。最後の貴婦人と知られており、多額の財産税納付のため別荘の売却や愛用品の売却、本邸の切り売りなどをせざるを得ず、生活は決して楽ではなかったようです。頼仁親王妃金子様、東伏見宮頼仁親王の妃、俳優の加山雄三にとっての大叔母にあたり、女優小桜陽子の叔母です。香淳皇后が皇太子妃だった頃の補導役も果たしました。容姿端麗で、来日したオーストリア皇太子からも極めて美しく魅力にあふれた女性と評されたそうです。1876年の明治9年に生まれ、1955年の昭和30年78歳でお亡くなりになりました。常久王妃政子内親王、1888年の明治21年から1940年の昭和15年の間ご存命。武田宮常久王の妃であり、父は明治天皇で、母は明治天皇の側室であるその幸子。明治天皇の子女は皇太子以外夭折してしまったため、長女にあたる51歳で薨去されました。
常吉王妃、光子様。1915年の大正4年から2013年の平成25年、老衰で97歳でこの世を去りました。安彦王妃、信子内親王。1891年の明治24年から1933年の昭和8年、明治天皇の第八皇女子で、母はその幸子。北白川房子様。北白川房子は明治天皇の娘、第七皇女子として誕生。1890年、明治23年から昭和49年の1974年の間、ご存命でした。明治天皇の多くの子女、清天皇の兄弟姉妹が夭折、もしくは成人した者も多くは40代50代で死去している中、長命だったのは房子様と妹のみでした。その妹とは東国俊子様、明治天皇第九皇女子です。大正天皇は異母系、昭和天皇は甥にあたります。夫の俊彦親王は開発者として知られ、妻の俊子内親王は皇室の規範から逸脱した俊彦親王に振り回されます。特に有名な話が、欧州留学中の俊彦王に大正天皇の体調不良の知らせが届いた時の話。本来ならすぐに日本に帰国すべき状況にもかかわらず、日本を息苦しく思う夫は一向に帰国しなかったそうです。そのため妻の俊子内親王は、私の面目は丸つぶれであると手紙を送ったそう。1978年、昭和53年の3月5日、81歳で死去しました。そして明治天皇の子女、大正天皇とその姉妹は全員他界となります。李雅子様、日本の元皇族、旧名は雅子女王、宮家、梨本宮家の第一王女子として生まれ、日本国内で王皇族として皇族に準じる待遇を受けた李銀、旧大韓帝国皇宗第七王子と結婚。大戦後、王皇族としての身分を喪失。そもそもは昭和天皇のお妃候補だったのですが、1916年大正5年の早朝、手元にあった新聞を読むと、自身が婚約したことを知り、とてもショックを受けたそうです。これは梨本宮家には姉妹しかおらず、近い将来絶家が決まっていたため、一族の強い希望で皇族との縁組をするために秘密裏に縁談を申し込んだんだとか。当時ショックを受ける娘には、天皇のおぼし召しと説明したんだそう。1901年の明治34年から1989年の平成元旦、87歳でした。国宮千佳子様、国吉王妃千佳子様は、1879年の明治12年から1956年の昭和31年の間、ご存命でした。最後の薩摩藩主島津忠義公の娘、香淳皇后の母であり、金城天皇、秋篠宮文仁親王、黒田清子のひいばばにあたります。日本の児童や母性に関する研究の発展に心血を注いだそうです。香淳皇后、1903年の明治36年から2000年、平成12年、97歳で皇居、国宮家出身の皇族で、後の昭和天皇となる皇太子裕仁親王とご成婚。2人の息子と5人の娘がご生誕。幼少から母の千佳子妃が驚くほど食欲旺盛で健康そのもの、優しくもしっかりとした性格で、妹たちの面倒もよく見られたそうです。連続して4人の皇女子、内親王が誕生した際は、皇位継承権を有する皇男子が不在の状況が続いて、さぞ不安だったことでしょう。しかし1934年の昭和9年、第一皇男子嗣宮昭仁親王を出産、待望の皇太子が誕生します。伏見宮時子、香淳皇后とは女子学習院の同級生で、昭和天皇のお妃候補の一人でもありました。1919年の大正8年に伏見宮広安王第一王男子広吉王とご結婚。皇族時代の名は広吉王妃時子様です。1938年の昭和13年に夫と死別し、皇居離脱となります。1902年の明治35年から1971年の昭和46年の間、ご存命。68歳でこの世を去りました。秩父宮康仁親王妃節子様。1909年明治42年から1995年、平成7年の間、ご存命でした。旧名は松平節子。父の任地であるイギリスのロンドンで生まれ、生後数ヶ月で帰国するも、その後も北京や天津、ワシントンの領事館や大使館で幼少期を過ごしたそうです。当然英語は堪能で、流暢に英語でスピーチをすることもできたそう。心が広く勉強熱心な方だったようです。また当時
皇族の妃は皇族もしくは華族である必要がありました。しかし節子の父の身分は平民、そのため一旦子爵である叔父の養女となり華族としての身分を得たそうです。また帝名皇后の名前である貞子の同字を避けて同音維持の節子に改めました。漢字が同じだと変えるという君主や目上の者の異名の使用を避ける慣習については知らなかったので驚きました。その後康仁親王が1953年に肺結核でお亡くなりになり、節子様が85歳で薨去し絶家となります。高松宮の武人親王妃菊子様、1911年、明治44年から2004年の平成16年の間ご存命でした。旧名は徳川菊子、徳川義久の公爵令嬢です。有栖川宮の血を受け継ぐ者として2歳で結婚相手が決まりました。結婚相手は明治天皇の孫であり、菊子様は徳川義信の孫、このことから公武合体だと話題を呼んだそうです。高松宮は後継となる子孫がいないため菊子妃の皇居で家計が絶えました。橘峰子様、1911年の明治44年から1970年の昭和45年、日本の元皇族です。旧名は峰子嬢、高松宮妃菊子様と同じ学校で仲良しでした。こちらは妹の東園沢子様、北白河宮成久王と同妃房子内親王の第二王女子、東園元臣子爵の妻で、旧名は沢子嬢、明治天皇の孫、日本の元皇族です。1913年の大正2年から2001年の平成13年、87歳で亡くなりました。茅宮恒則王妃敏子様、1903年の明治36年から1995年、平成7年、91歳でお亡くなりになりました。茅敏子さん、日本の旧皇族であり昭和天皇はいとこにあたります。琴仁親王妃千恵子様、1872年の明治5年から1947年の昭和22年の間ご存命で、74歳で亡くなりました。旧名は三条千恵子、絵画が得意だったんだとか。戸田花子様、1909年の明治42年から2003年の平成15年、93歳でした。寛因宮琴仁親王の第五女子、先ほどの千恵子様の娘ですね。1926年、大正15年に公爵課長博信と結婚、課長花子となり2人の男の子と1人の女の子が生まれましたが、1951年に離婚、戦後の旧皇族関係者の離婚第1号だったそうです。一条直子様、春人王妃直子様は1908年の明治41年から1991年の平成3年の間ご存命。1925年の大正14年、寛因宮春二王千恵子様の息子とご成婚するも、1966年に離婚し一条直子に名を戻しました。朝香宮康彦王第二王女子、旧名は太鼓女王で荻生義達伯爵と結婚し荻生太鼓となります。明治天皇の孫世代では最後の存命者でした。1919年の大正8年から2019年の令和元年まで生きました。徳川太鼓様、1920年の大正9年から1954年の昭和29年、日本の元皇族、北白河宮成久王と同妃房子内親王の第三王女子、徳川国成の妻で明治天皇の孫です。伏見宮光子様、牽制の神様と呼ばれた尾崎幸雄の孫でパイロットの尾崎幸雄氏と恋愛結婚し尾崎光子となる。1929年の昭和4年から1987年の昭和62年、57歳でした。天皇家、皇族、皇室の女性たち、いかがでしたか？天皇家について多くの人に知っていただきたいので、ぜひ評価とチャンネル登録で応援をお願いします。またこの動画のご感想、補足、何か間違いがございましたら優しくコメント欄で教えていただけると幸いです。まだ見ていない動画がありましたらぜひ見てくださいね。